煽り運転をされた時の対処を教えてください。煽り運転、煽り運転、車すぐ止めて、でどうしたって聞く。ああ車止めるんですか。車止めるよ。もう肌をかいて、はい、止めて降りて、うん、運転席行ってコン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 で、どうしたって、どうした何ってなるよ。何ってそれ多分ね、煽り運転されて必要に逃げたりするとああやつって自分のが言うやんみたいな、ビビッとの涙になるわけよ、うん、ちょっとでも煽られたと思ったらすぐ止めてハザードを焚いて、どうしました、なんか近いけどハザード焚けよ、ハザード焚いて4点焚いて、そしたらその速度かなんかよくわかんないけど脇に止めたらいいやん。おまあ、もしかしたら後ろも、後ろの相手も素通りするかもしれないって。素通りしたらそれで降りん。そうですね、うん、大体素通りすると思うよね。だから俺今までそうだった全部、うん、煽られたなと思って突風とか鳴らされたらすぐ止めて、そしたらみんなピーって行っちゃうから俺に煽ってほしいのかな、逆に。あまあ俺は見るそう、ああいうのって逃げたらより追いかけたいね、うん、そういうシーンに。でも女の人とかは危ないかもしれないから。あ、そうですね、あれだけど、まあ、でも俺はもう自分に自信あるから何って感じ、うん、それがどうしたのみたいな。普通にコンビニとかあったらコンビニ入ってもらえるし、うん、どうしたって聞いて、実際ね、あったんだよ昔。俺違う、逆なんだけど、俺が後ろに乗って信号で待っとったわけよ。赤で止まっとるやん。で先頭にもう一台乗ってなんかセダンのちょっとなんか柄悪い感じのなんか車高とか下げとってさ、なんかもう青に変わっとんのに全然いかんわけよ前のやつが、うん、あれと思ってプッて話し合うわけよ、本当に爽やかにプッて、はいはい、なんかいきなり降りてきて、ハゲチョビンがハゲたおっさんが降りてきてさお前舐めとんのかみたいなやってきて、うん、コンコンコンって俺なんだと思う、うん、お前何鳴らしとんだみたいな逆切れしてきてはぁと思って、こいつな、ね、頭いかれとんのかと思って、いや、青に変わってましたよね、分かっとるわみたいな、こっちもいろいろ忙しいんだって言うて、こいつ頭いかれとんのでもなんか後ろ大渋滞出てたわけよ、もう青なのにずっと止めとるから、お前態度でかいなみたいな、俺のタイトルもでかいです、こっちからしたら俺のタイトルもでさまって、そうで、後ろからもなんかクラクション鳴っとったわけ、プッとか言って、でハゲチョビンがまたなんかうるせえなとか言って後ろに見て言ったわけよ。俺も何がしたいのみたいな言ったわけよ。こっちもちょっとイラッときて、俺早く行きたいわけよ。そうこのハゲチョビンここにおって前車封鎖されててさ俺何も どこも行けんからお前何がしたいのみたいな、お前なんか舐めた口引くじゃねえかみたいな言われてあれだよ、俺豊橋乗った時の話だよ。あ結構前の話で、結構前、うん、本当に19とか20とか、うん、19じゃん、21とか、そんなから、うん、なんか、喧嘩したいんだみたいな言われて、もう別になんか、格闘技とかまだちょっとぐらいしかやってなかったけど、別になんか、俺もやってろかなと思って、ちょっとイラッときとった、こいつ、おっさんやったろかなと思って、で、別にやってもいいけど、じゃあ場所変えようかっつって、そしたらなんかね、あれで、いきなり態度急変して、お前、どこの中学校だみたいな。中学校だって、中学校だって、で、別に言うやん、ね、中学校って、じゃあお前、知っとるかこいつみたいな、例のなんか先輩自慢みたいな。あ、出た出た、はいはいはい。知らんやん、どう見ても37歳のおっさんなわけで、その同じ年のやつを言われても、こっち分かるわけ、めちゃめちゃ悪かったんだけど、悪自慢だと思って、知らんからやるならやるで、どっちなのみたいな。そしたら、なんか、まあ、とりあえず今日俺、急いとるからとか言って、書いてたんだけど、なんか。ガスやつおるなと思ってたんで、ああいうやつってその相手が逃げたところになんかハッタリとかかましたり勢いでなんかビビらせようとしてくるだけだから、なんか本物が例えば早くやろうやとか煽り運転されたら出てったらあいつらビビっちゃうから逆に、うんうん、だから止まったらいいんだよね。止まったら、うん、逆にだってさ、それで思いっきり逃げたりして、うん、誰か引いちゃうとかそういうのは良くないから。あ、そうですね、ありますよね、本当に。なんか何がいけないのか聞いた方がいいよね、うん、本当になんか危ないやつ、なんか事件あったら殴ってきたみたいな。ああ、ありましたね、高速道路で、うん、まあ、ああいうのは窓開けちゃダメだと思うけど、うん、まあ、高速道路で止めてる時点で殺人ミスみたいなもんだから、うんうん、まあ、ああいうのは仕方ないけど、まあ、とにかく止まっちゃダメで、ね、高速道路とかでは危ないから、うんうん、普通の一般道とかで、まあ、なんか相手もいるけど、まあ、ああいう気違いだったら窓開けない方がいいし、うん、まあ、俺だったら開けちゃうけどね殴られたらもう引きずり込んで気持ちパワーだけど、まあとりあえず殴られたらね、殴られたらやるけど、どんとしとれば大丈夫と思うよ、逃げるから来ると思う俺は。でもすぐ止まって、すぐ止まって、何かありましたかって、何かで起こっとると思うんだよね、例えば何か煽り運転する人の気持ちはよく分からんけど、何だろう、横に割って入ってきたとかさ、
無理やり入っちゃったみたいな、そういうので煽ってくるとかあるでしょ。なんかね、車とかに乗ると、特になんか田舎の、俺の地元とかもそうだけど、いい車に乗っとると気がでかくなるよ、そったら。なんかそいつ自体弱いのに、いい車に乗った途端に、なんか両津関係士のあれおるやん、こう近めでなんか車に乗ると人格変わるやつ。あ、あいやつマジでおるわけよ、結構。本当に乗って、なんか車に乗った瞬間になんか強くなった気分になるやつおるから、そういうのなんか降りちゃった方が早い。降りちゃえば人と人に変わるから。理由聞いて、悪かったら謝ればいいんじゃない。横をちょっとすいません。入っちゃって、もう気をつけろよぐらいで、逃げるとなんかいろんな第二次災害とかが発生する可能性があるから、あまりにも危険そうな顔してたら窓開けずにもう警察に電話したりとかし、窓もうロックかけて、割ってきたらもう相当やばいからね。最近いましたね、これ。マジで？え、なんかフロントガラス男みたいな。あいつはもうマジで踏んだ方がやばい。絶対。あれ実際来たらどうしました？あれ来たら俺すぐ出てくるよ。あ、出てくる。ベントレーの窓ガラスは割れんかな、多分。あいつはでも、いいパウンドの打ち方した。結構、鉄製の打ち方がまあまあ良かったから。格闘技やった方がいいし。まあ、そんな感じですよ。